お待たせいたしました。これから、はい、ありがとうございます。これから3回戦を行います。これから見ていただく方、一応自己紹介です。関西アラコロ人狼プレイヤーのナッパと申します。よろしくお願いします。ナッピーナッピー、ここでまずちょっとゲームの前に1個 DD からで、はい、ごめんなさい、引っ越して。2月の11日、12日ですね、関西超バラコロ人狼イベントをします。今から見てる。はい、ね、これをですね、12日の方がですね、まだ空きがございますので、バラコロのツイッターの方で、はい、はい、見ていてください。以上。以上。はい、はい、お願いします。やろう。一応このゲームから見られる方もいらっしゃると思いますので、最初にレギュレーションだけ簡単に説明させていただくと、人狼3匹、狂人1人で、占い師、霊媒師、騎士が1人ずつで、村人が6人のレギュレーションで、初日お告げの連続ガードなしでやらせていただきます。へぇ、そんなレギュレーション、はい、そうなんです、そうだったんです、そんなレギュレーション難しそうやな、はい、じゃあ自己紹介を、はい、梅さんから順番に名前だけでもお願いします。清水さんからいきましょう。あ、清水さんえ、どっち、梅さんから、梅さんから、梅さんです。何番も入ってる、はい、ツッチーです。はい、シュンションです。はい、ボールです。エナミンです。ショウです。なにこれ、はい、ジリです、お願いします。はい、ジリです、よろしくお願いします。そう、ヨミです、よろしくお願いします。高木です。おっしゃー、太郎です。はい、星野です。おお、そしてひろきです。今日スメルくんやめっちゃ面白かったけど、投票します。どこも滑る空気やねん、今日霊界でもだだ滑りやってすえなりかずきやらされて、アンパンマンやらされて、アンパンマンみたいな、俺、ジャムおじさんだよ、そんなんやったんですよ。えなりかずき打ったお前や。ちょっと見してもらっていいですか。はい、じゃあこのメンバーで3回戦やっていきたいと思います。議論時間は9分です。はい、スタート。おはようございます。おはようございます。おはようございます。まあ、わらこの人狼の、恒例のモノマネから入りましょうか。おぉ、ひろきさんのモノマネ誰か振って。じゃあ、えなりかずきを。それさ、お題、あれじゃない、かぶしかぶっちゃった。似てるからな、俺似てる。えなりかずきです。バリ地声、バリ地声、全然かっこいい。モノマネです。バイキンマン、バイキンマンいきましょう。モノマネするじゃん、バイキンマン。俺ら、バイキン、バイキンマンだよ。バイキンマン、バイキンマンじゃないやん。あ、モノマネする気すらないじゃないですか。知ってますよ。そう、俺今もうひろきさんに振られてるから。これはひろきさんに投票してもいいんですか。ジリに投票してください。ジリに投票してください。はい、やりたい、やりたい、やりたい。あ、やりたいとかじゃなくて、なんか結局なんかこういう感じだったから、私はなんかひろきさんがやってる間になんか表情とか見てたんですけど、まあでも、岡山の二人と星野さんが、ひろきさんを冷めた目で見ていたんですよ。はい。だって冷めるでしょ、普通。俺は普通に、あれ冷めるでしょ。結論です。結論です。で、なんかちょっと、村人だったら、わーとか、なんか、ははとかなるのかなと、疑っていこうかなと思いました。好き、好き、俺好き。あ、言います。今、さっき、僕、騎士で、だったっけ、現場で、もっと冷めた目で見てました。はい。僕はさっき超人だったんで、現状でもちなみさんが、そういうふうに疑ってくれるのはすごい人間っぽいかなと思ってます。敵を作る行為を一番最初にやってるので、自分は人間だと思ってます。あ、星野さん、あ、それはもういいです。あ、はい、梅さんとひろきさんのところで終わってるんで、まあ、僕は狂人でしたっていう話です。あ、私は結界なんで、まだあと7分ぐらい。なんかしましょう。なんかしましょう。なんかしましょう。なんか、じ僕ね、主催ですから、楽しいやつ。何かしら、なんかやってくれるんで、僕、考えてないんですけど。じゃあ、誰も何もやんない。やりましょう。ひろきさんは知ってるやつですね。はい、名古屋でやったやつ。やりましょう。今からあなたたちは、一つ、一回だけ魔法を使うことができます。はい、使える魔法の種類は二つ、はい。メラゾーマとマヒャド。ドラクエ作戦ですね。ドラクエ作戦ですね。聞こう、聞こう、みんな聞きましょう。聞きましょう。はい。まあ、大の大冒険、ちょっと知らない人は知らない、ご存知じゃないかもしれないんですけれど、右手にマヒャ、メラゾーマ、左手にマヒャド、これを2つ合わせると何ができるでしょうか。うん、知ってる人、おにぎり、
逃げたね。わからないです。やばい、これ。作戦続けていいですかね。やばい、やばい。ですね、これで、メドローアっていう、なんかもう魔王クラスのやつも当たったら即死するみたいな、すごい魔法が使えるんですよ。なので、今からやってほしいのは、一人がメラゾーマかマイサドを使うんですね。で、例えば僕が、ヒロキさんが怪しいからメラゾーマ使いますって、メラゾーマって打つじゃないですか。で、残っている人の中から、5秒以内に、マヒャドっていう氷の呪文を被せると、うん、このメドローアが完成します。なるほど。で、撃たれたヒロキさんは投票対象に上がります。なるほど。なるほど。なるほど。ただし、僕がメラゾーマって言って、誰もマヒャドって言わなかったら、僕は恥ずかしさのあまり処刑対象に上がります。これで、ね、4人か3人ぐらいやって投票対象を決めるっていう作戦です。了解です。はい。それは立った方がいいですね。わかりやすい。使ったら座る。はい。使ったら座る。使ったら座りましょう。はい。はい、使います。おっ、メラゾーマ、僕ですか？はい。1。マヒャド！おぉ！拒否。できない。ボールさんが座る携帯書には。超いい、超いい。ヒロさんも、スマホを使って座る。あ、もうそうなの？あ、別に打ってもいいと思います。魔法を使った人は、もう使えない。使えます、使えます。使えないよね。はい。使えます。使えます。もう片方は使えるんですよね。いや、もう使えないです。一発だけ。メラゾーマかマヒャドしか使えない。そうです。おお、そうだ。はいはい。メラゾーマ高いか。マヒャドありがとう。あ、違う。え、使った投票対象です。使った。あ、そう。高木さんも投票対象ですね。あ、これって、ヒロキさんにはもう打てない。僕とポールさんが投票対象。起点に扱った方がそうだった方がいいと思う。え、でも、いや、だけどね。いいよ。あ、ヒロキさん使ったから。使った人座りましょうか。はい。え、処刑対象です。でも、座った人にも、魔法使えるんですか？使えます。使えますね。はい。魔法使っていいんですか？メラゾーマ。おー、また？ 4、3、2、出したくない、出したくない。マジかよ。空振りしました。メラゾーマ。読み。5、マヒャド。はい。ヨミさんが投票で上がる。もう3人しましょう。3人しましょう。早いね。いいっすか？早い。あ、もう一度します。もう一回だけやってみます。皆さんは !1。マヒャド。2。あ、もうダメ。予言者です。エナミサシロ。ほー。これは無理。なるほど。これ普通に。あ、ちょっと整理しましょうか。で、処刑対象が高木さんとヨミとポールさんとエナミさんに決定した時点で、ポールさんが予言者使用して、エナミさんが右だと言って処刑ます。誰だか忘れちゃった。誰だ、じゃあ、それも確認しましょう。ユメさんと、大丈夫で。あ、星野さんで OK。僕に打ってきたのは最初、シャムちゃんで、チエミか。で、僕はチャレンジでチエミにメラドーマと言いましたが、通用しませんでした。はい。一応、ポールさんとエナミさんの情報も確認しませんか。ポールさんに。僕が予言者、占い師です。占い師です。エナミさん、白、もう一人あげるべきだったなと思いました。3人だと思った。あ、僕は使っていないです。で、僕が、開口一番に、ポロンで、僕がマヒアで打って、僕はポールか高木くんをメラゾーマしようと思ってました。だから、打ちました。はい。僕は、結果結論から言って、この投票対象の中にはいないと思ってます。なぜかというと、これ絶対に圧倒的に人狼って捕まう方が得じゃない？圧倒的に得でしょ？投票対象をこのままどうするかの。はい、じゃあ一つ提案があります。ポールさんほぼ本物ですよね。ポールさん、今この二人は人狼だと思いますか？あ、わかんないです。ただ僕は、僕ちょっと続きを聞きます。で、だからこそ人狼は単純に、人形を投票対象に上げてると思うから、そこを投票対象に追加してほしいです。あ、僕も残るのはいいです。確実なのか、僕、ヨミさん、高木さんの精査はともかくとしても、僕とエナミンさんを刺した人をやっぱり投票対象で疑っていきたいなと思っていて、僕をやった、いいです。いいです。ありあり。すいません、デマさん、占い師で、ヨミさんは人間って知ってるんですよ。で、ポールさんを、打ったヒロキさんとツッチーさんを私目線、もし狼だったら仲間ではないと思うので、まあ、狂人とは分からんけどね。っていうので、そこを釣り対象にしようとしてるから、出ました。はい。現状、ちょっと言った方がいい。ただ、一応歌がいいってくれ。いや、歌がいいって。違う、能力じゃなくて、どう思ってたか。普通にポールさん表情で怪しいと思ってて、歌おうかなと思ったら、出た時に俺、あって言った。あ、投票対象どうします？そうそうそう。今ちょっと高木さんボッチになっちゃった。はい、それとも言って。いや、メラゾーマ打った側はリスクを負ってると思ってるんですけど、マヒアドって、リスクなんもない。そう、なんもない。リスクないですよね。結果人間を挙げたと思った人、マヒアドで挙げた人が人間だと思う人って、マヒアドを使った人に投票すればいいんですか？はい、じゃあその人を手を挙げましょう。マヒャド。マヒャドを使った人。とどめ刺しに行った人。そうそう、とどめ刺しに行った人です。逆に何も使わなかった人っています？はい、結構ある。結構ある。シュンシュンさん。
北斗選びの。あと、星野さん。あ、もうこのままもう、浦島さんに俺殺されてる。グレランにしましょう、もう。はい。高木さんにマフィアだったんだ。はい、私です。私は、なんだっけ、メラドン思った。疑いて。いやちょっとグレランも、まあ、仕方ないと思います。僕は大丈夫。高木さんを守るためにグレランしてます。ありがとうございます。はい。で、グレランだったら多分僕は死なないと思ってますし、二、はい、人出てきたからこそ、ここは人狼人狼の可能性も皆さん目線ありますよねっていうのは、最後まで追いましょう。かばい合った。かばい合った。あ、そうか。で、あともう一つ。シャムちゃんが遅れて出てきた理由をちょっとだけ教えて。そう聞きたい。シャムが投票対象で結局、ポンポンって下がっていって、投票対象をちゃんと確認できてなかったっていうのが一つと、ヨミ後半で挙げられたから、ヨミ投票対象が出なあかんと思う。かつ、ポールが狼だった場合ってやっぱりヒロキさんツッチが人間っぽく見えるんですよ、私は。だから、そこを釣り対象に誘導する話を出てたから出ないとダメだと思った。出るタイミングとして合ってると思ってて、タラオさんもポールさんに打とうとしてたことを一応話していただきます。俺、ポールさんって別に全然人狼っぽくないと思って、もし、ちゃんと目線だったら狂人の方が強いんじゃないかと思うんだけど、それはエナミさんをかばうようにしようって下げてた。あ、だから梅さんは、高木さんもエミさんも人間だと思うし、ポールさんもエナミンさんも人間だと思うと思う。じゃなくて、俺は最後の方まで使ってない人の方が怪しいと思うって言ってるわけ。じゃあ、エナミンさんはポールさん。オッケー、月明さん。僕フラットです。全然、どっちつかずです。ポールは絶対何か持ってると思ったんだ。あ、ちなみに。そう、そうや。そう、そう、カバーみたいな。おう、はい。うわ。投票だよね。はい。じゃあ、ちょっと言いたいことがあったんで、先に投票します。梅さんに質問です。梅さんは、その、何も能力を使っていない人を覚えていますか？これは答えれないと思うんで、僕の投票先は月次にします。高木さんを人間だと、ちえみさんに投票します。高木さんがメラゾーマに打った時に誰も反応しなかったのは、単純に人狼の可能性があるかなと思うので、ちえみさんに投票します。はい、では投票します。こうなることが分かったから私はちょっと喋らせてくださいって言ったのに時間なかったですね。高木さん、この状況からです。この状況から私は今高木さんの疑いを撤回しています。私はツッチーさん、梅さん、星野さんを疑う発言を最初にしました。でもその後の反応が私はつついたけれども人狼っぽくなかったと思ったから、その他から投資を対象を上げようというふうに決めてました。で、結果高木さんにぶち込む形になりました。でも高木さんも人間っぽいと思ったから、私はこの4人を、初日は外したいと思っていて、一票目に、投票としてさんはディロらしくないと思っているので、じゃあ読みに投票しようと思います。うん、はい。おぉ。あっ。まあ、4人で先に投票しますが、太鼓が、強人の子の可能性高いのかな、と思ってます。読み、高木は僕が外さなかったから、読みさんを下げたのがシンプルすぎる。まあ、人狼の可能性も全然ありますけど。で、読みさん、僕目線、ちえみさんに関して、ひろきさん、僕はシンプルに、確認きっちりできなかった。僕を刺した人とか覚えてるけど、やっぱりエナミンさんと僕を下ろした人は、やっぱり普通に怪しいと思って、で、ただそこが4人いるんですよね、結局。僕とヒロキさんを投票対象に挙げた。早く、もう入れるからね。で、結論、そこを白っぽいって、最後、疑ったのに白っぽいって言ったら、ちえみさんに重ねて入れさせていただきます。ごめんなさい。あと、白、最後の白先に入れてくれてるけど。うん。はい、投票します。読み、私が占い師で、初日が読み人間としています。なので、ちえみさん、人間なので入れないでください。かつ、私は梅さんに投票しようと思っています。梅さんがそうやって、明確に疑う位置があるのであれば、グレラになったこの議論の中から、初日に疑わしい人を挙げ、かつ投票すればいいと思います。でも、今まで待ってることから人狼あると思ってます。じゃあ、投票します。僕が覚えているのは、ヨミさん、エラミンさん、チュンチョンさんが動いてないと思っています。そして、二人ともが、潮崎になっています。そのことから、僕は、心境で囲いに行ったと思っていて、投票待って見ているんです。これ、めちゃめちゃ普通じゃないですか。それで僕を疑ってくるシャムさんが意味がわかりません。はい。今のところね、なので、人狼的なところは分かってないというのが正直です。っていうのが、僕が、人狼、ぽいなと思ったところが、二人とも潮崎になってるからです。どうしよう。困った。立たないけど。ごめん。春翔さん。ごめんなさい。もう、すいません。はい。投票します。村人だから迷ってました。メラドーマを4人目を作るために上げるかどうか迷っていたんですけど、このメラドーマって、人間が人間を刺してしまったら、人間しか上がらなくなってしまうっていうリスクがあるから、すごい悩んだ結果、先に使った人がいたから打てなかった。です。僕は梅さんの推理は人間っぽいと感じているし、僕はマフィアドの中から疑おうと思っているので、投票は太郎さん、太郎さんだよね。太郎さんだよね。何ですか。投票です。太郎さんに入れます。出た。
や、ググったのはメラゾーマです、一応。GD が3人でいいって言った中で、まあ、打ちたかったんですけど、なんか怪しいと思ってたから、で、打ちました。マヤド、この2人にマヤドっていうのが、ちょっと疑わしいと思ってほしい。星野さんに入れます。投票します。預言者には僕を人間っぽいって思ってほしくって、まず僕は、3人の時にこの3人でいいって言いました。それはエナミンさんが4人目で上がる前です。でも僕はエナミンさんに打ちました。でも心境ならわかんないです。僕は太郎さんと星野さんどっちかに人狼がいると思っています。で、一番、比較的、みんな怪しいです。でも、梅さんが一番人間っぽいなって投票で思いました。星野さんに言います。投票しましょう。結構人間と思われてると思っています。結論、星野くんに投票します。この中でやっぱり投票待ってるのは素直に怪しいし、今、チェミのことを人間やと思ってます。うん、白崎に投票しちゃったけど、狼ならそんな集まらないところに集めようとしないと思う。人間だと思う。で、占い師はもう分かりませんが、シャムちゃんの方に偽やと思ってます。投票します。予言者についてはどっちも本物っぽいなと思ってるので、どちらも本物ならいいと思っています。投票は星野さんに投票します。投票。うん、星野くん持ってるよね、投票。予言者は、投票中の推理で、シャムの方が真やと思ってます。はい。で、でも、シャムが人狼なら、高木くん人狼あると思います。シャムが人狼ならね。読みを下げることによって、高木くんが浮き彫りになって投票されないから、シャムが人狼なら。ただ、シャムの方を信じてます、今。はい。星野4票。ちえみ。星野くんがそのまま釣られることは、ないと思います。集めやすいんじゃない？そうですね。うん、じゃあ、俺は、で、標語します。うん、で、シンプルに、GD、さっきの連盟がよくわかんなくて、ポールさん目線、GD は怪しいんじゃないって思います。だから、それが引っかかった、かな、投票中に一番引っかかったのは。なので、GD に入れます。あか、予言者です。はい。おお、高木さんが人間です。チームにとって。おし。はい。投票終わりました。決選投票です。4票投票でチームと星野さんね。はい。一言ずつ宣伝をお願いします。面白いで、2票を確実にもらう状況で、僕が使用している意味を考えてください。僕は本物です。で、チームは分かんないけど、人狼の可能性あるから処刑されてください。で、高木さんが人間って知ってるのに2票入れてきたから、ちょっと心外。言ってなかったけどね。で、高木さんに票が集まればいいなってちょっと思った。そしたら、占い先がすごい絞られると思ったから、っていうだけ。うん、全然それだけ。はい。すいません。ヨミさんに投票したのは、シャムネコさんの白崎が私は高木さんだと勘違いしております。そこは申し訳ないです。一番人間だと思ってるのは、梅さん。で、高木さんも今のこの状況から人間だと思ってます。星野さんは私、もしかしたら霊媒師なのではないかなと思ってたんです。なので投票外しました。投票を待ってることも含めて、でも予言者って言ったら私もうわからないです。なんで予言者って言ったんだろう、偽なのか思ってます。わかんないです。でも、3人出てる預言者の中から、私は人間なので、星野さんが人狼の可能性高いと思ってるんで、私は行きたいです。以上です。はい、決まった方手挙げてください。チームの投票で、星野さん投票あちらでお願いします。超悩む。楽しいだろう。うわぁ。あと、決まった方手挙げてください。楽しい。いきます。3、2、1、はい。チームに投票してる人手挙げてください。1、2、3、4。チームに投票してる人、ね、ごめんなさい。あ、チームに投票です。チームに投票してる人です。はい。1、2、3、4、5、6、7票。星野さんに投票している人は、初めて。マジで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 。正直私、生きれると思ってました。そんなに私怪しかったかな。ごめんなさい。白崎に投票するのは本当に申し訳ないと思ってるんですけど、私、この状況から私、星野さんが、人狼だと思いました。人狼だと思いました。予言者は、遺言だったら言おうと思ったんですけど、
サブネコさんが本物だと今思ってます。うん、これだけ言えることは全部言いました。あー悔しいー悔しいな。はい、夜行きます。おやすみなさい。あ、カメラこちらに予定もくるお願いします。はい、どうもでーす。どうも、ルームでーす。さあ、来ました、きせりさん。いらっしゃーい。え、てか、今やってたあれ知ってる元ネタ。あ、きせりこっち座って。聞いてる誰か。元ネタ知らない。元ネタ知らない。大の大冒険。ちょっと待って、チェリーの持ってる水何これ。でかい、でかいね。飲みすぎやろ。どんだけ飲む。そうなんですよ。毎日私この2リットルを飲むっていう。あ、2リットル、そういう美容法、うん、あるです。そうです、美容法です。あ、モデリングとか結構ね、水2リットル飲みとかやってるけど、うん、あれ、ちなみに初テモグルムやったっけ。初ですね。 あ、じゃあ、自己紹介でも。自己紹介、はい、はい、関西ワルコロジンのプレイヤーのちえみです。イエーイ、イエーイ。初選出ルーム。はい、さっきシュートさんがポロって、はいはいはい、前回までの名前を言ってしまっとってんけど、うん、あれはもう封印してんの。封印っていうか、もともとゲスチンって名前でやってたんですけど、うん、なんですかね、結構こういう放送とか出る機会とか、うんうんうん、結構あって、なんかおぞましすぎるなって名前が。確かに、若い女の子なんですよ。ゲスチンはね、さすがにね。ちょっとね、うん、ちょっと。まあ、ちえみの方がいいんじゃないですか。ちえみね、本名ちえみとか全然関係ないんですよ。違うんや。全然関係ないんですよ。ちえみで由来してます。知らない。あ、言わん方がいいの。いや、全然いいですよ。今、流行りのね、お笑い芸人で言い張るじゃないですか。はい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 、はい。ブルゾンさんね。ブルゾンさん。はい。がちょっと似てるって言ってるけど、すごい言われてて、そこから、今言うと、タラオがなんか言い出して、似てるって言われて。はい。そんな似てるん？チームあれだね、いろいろな活動してるよね。いろいろな活動してますかね。うん、まあ、結構こういう。配信もありがたく出させて、初心者の人に人狼教えたりとかも。あとなんかいろいろと、なんか告知とか、なんか宣伝することってある？宣伝。ジーフリックとか。ああ、そうですね。まあ私、また別でいろいろ、なんだろう、ゲームバーの店員とかもやってるんで、うんうんうん、また梅田にあるんで。じゃあもう遊びに行ったんですけどね、めっちゃおもろいんですよ。もうなんかね、普通にこう大人数で行ってね、なんかワイワイ騒いでる人たちもいたし、で実際それやったら絶対おもろいやろなと思って、今度ちょっとほんまにこのメンツで遊びに行こうよ。もう行きたいね。あ、行きたい、行きたいなで行きたい。じゃあそれに誘ったんやけど、いやーもっと、ね、だってギリギリ行きすぎ、今ジューホリック行けるからって、結構皆さん来てくれはるから。あ、ほんま言われても。じゃあもうみんなで遊ぼうよ、もっとね。はい、次の配信あれやわ、むっちゃ聞き取りやすい。あ、本当ですか。すごい、あれ、ありがとうございます。福岡の方に。はい、じゃあまた後で。いってらっしゃい。はい、おはようございます。本日襲撃されたのはタラオさんです。おー、はい、すげえ感じだ。14時からの中のスタートです。おはようございます。すみません、タラオさんが白ですか。はい、ヨミさん白です。あ、そっちがジノです。おー、わかるー。なるほど。あ、じゃあ言いますね。僕は、星野さんに決戦投票入れてないです。通常投票4票目をやって、星野さんを生かそうと思って、本物化の可能性があるから、生かしたいと思って、ちえみさんに投票します、僕は。結局、多分だけど、ちえみは人間なんだったと思うので、初日に高木さんを知っていて、まあ、タラオさんは人間でした、僕に投票してましたって、今分かったけど、まあ、結局、ツッチが人狼だったから、多分僕に投票していた人間は、ツッチ以外は全員人間だと。あ、スタート上投票。ぽいと僕も思ってたんですけども、ただ、土井さんと星野さんに思い表言ってくれてますよね。はい、星野さんが強の割れ方から人狼の可能性があると思って、やっぱり星野さんに、ただ星野さんに4票は、容易な死をすると思ってなかったから、そこまで全然洗えてなくて、土井さんだけにじゃなかったから、星野さんに入れちゃったっていただきます。通常。で、初日の高木さんがやってたのに、
ジジさんグレランにしようって言ったから、わりかし白い方だと思ってる、うん。すげえ頭の中ですげえ思い出して、決戦投票もすげえ思い出してて、で、得て、星野さんに入れてくれた、決戦投票入れてくれたのが、ひろきさんと、そうになったんですよ。で、ヨミさん入れてくれてなかったし、もう最悪僕の狂人みたいな感じ思われたくないし、体格白になってもいいから、とりあえず今日もヨミさんしか占ってみて、白でしょ。あ、でもポールさん見てる、俺マヤで撃たれてるんで、占いかな。お前はもう、でもね、もう全部情報がありすぎた。ごめん、でも、隠し、隠しろ、ごめん。初日に星野くんが死ななかったことで、予言者決め打ちたいですよ、絶対。はい、絶対決め打ちたい。はい、全員釣ることはないと思う。っていう宣言をしました。じゃあ今日星野さんは処刑しない？星野さん今入れようかと思ってる。あ、俺も多分入れる。あ、僕、シャムに入れます。なんで？一番偽物だと思う。そう、シャムめっちゃ好きだ、一番。僕、星野さんが本物で、シャムが、偽物人狼だと思ってる。あ、それはない。変な話くる。それはないし、星野さんが高木さんを白くしてるのであれば、もっと早くカバー声があっても、よかったと思う。ね、それは僕が、カミングアウトを待ったことにも繋がっていて、高木さん人間を知っているからこそ、高木さんに票が入った方がいいと思ったっていうのは弁明で言いましたね。で、多分ツッチが票を変えてるのは、やっぱり人狼で僕のことを人間の預言者っていうことを知っているから、万一両方入れた時に票が浮いた場合にすぐ見つかると思ったから変えたと思った。まあ、単純に僕は自分に票を入れた中から占って結局見つかってるわけだけど、そう。ジリーは何やと思って狂人のふりをしない狂人だと思う。狂人のふりをしない狂人。それは無理があります。し、私は消去法で太郎さんを選びました。あ、ちょっとだけですか。か、星野さんが人狼なら多分預言者にもう一人人狼がいると思う。シャムって初日ポールを人狼の可能性がある推理してたよね。あったらここは白くなるから。でも狂人だったら分かんないですよ。ポールってその推理してました。あ、してました。シャムが人狼の可能性があった。あ、してました。してないです。はい。僕はシャムが、人狼のだった場合、高木君は人狼の。ただ、狂人の可能性もあるな。狂人なのか人狼なのかから制作が入ってる。でもそれを言うのであれば。俺はシャム信じてる。俺はシャム信じてる。その推理をする人がいるのであれば、私は初日高木さんにわざわざメラゾーンを打ってます。から、絶対こことこのロールはないし、それさんは人狼。今日は投票予言者行くんですか？予言者です。で、いいと思います。で、ひろきさんは、誰に星野さんに行こうとしてる。星野さん、あんまり。あ、僕、僕はやめとく。シャムさんは今、信じているか。シャムさんは今、梅さんが。あ、梅さんを、グレーの中で、狂気法で疑ったんですけども、その後の場面が人間っぽいと思ったから占いも外しました。かつ、ツッティさんとに、ヒロキさんは、もしポールが狼だった場合、人間っぽくなるから占いも外して、シュンションさんは、エナミさんの片白、シュンションさん、GD、高木さんの中で迷いました、私は。その中で、高木さん、じゃあ、タラオさんがなって人間だったんですよ。私は何だと思って、するのかをちゃんと言ってから言ってほしい。確認して、星野さんに昨日、本投票入れていただいたでしょ。あ、ちょっと待って、今、そういったら言いますよね。本投票。1票目がタラオさんで、2票目が確か GD で、3票目重ねられて、で、土が4票目を入れます。入れて、信じてんねん。その上で、その上で、決戦投票入れた人って。あ、これは、ちょっと伏せて。なんで僕はシャムネコさんとポールさんが、あと星野さんも、誰が決戦投票で星野さんに入れたかをちゃんと確認しよう。ヒロキさんは入れてる。で、7票でしょ？え？土入れてない？土は入れてない。土は入れてない。はい。で、梅さんも入れてない。うん、あ、ちなみに正解を言うと僕です。どうです？そう、これを、まあちょっと確認したかったんですね、ずっと。あ、ごめんなさい。僕はほぼ覚えてました。はい、ただ、もう言うのが早い。そうすると、梅さん、僕、ヨミくんぐらいが高い、星野さんの人狼位置なんですか、三鷹の。ただ、人狼があるとした場合。ただ、星野さんが狂人と、星野さん、入れてない方ですよ、僕。入れてないからこそ。あ、星野さんが狂人だった時は全然変わってくるし。変わるじゃない。最初から読みを疑ってるから、マヒャが打った。ツッチーさんはなぜ、はい、昨日4票目を重ねましたか、うん、ね、そんなに怪しいって言っているようには僕には聞こえなかったので、俺が投票しようと思ったのは、シュンションさんだったんですよね。うん、で、そのシュンションさん投票しようと思ったのは、白崎外した上での、何もしない候補だったから。ただ、1票目に投票したという理由で、俺は人狼ではないと思って、投票を悩んだ結果、星野さんが票を持っているので、投票しました。いや、あの時まだ4票残っていたので、星野さんは助けられる票もあります。僕、シャムネコさんに聞きたいんですけど、昨日、エナミンさんを占うっていう気はなかったんですか？ありました。ありましたけど、はい、それよりもグレーを詰めた方がいいかなと思ったし、もし私がここで、エナミンさんが白と出ても黒と出ても、真偽がつかなかったからです。はい。さっきですか、はい、星野さん視点しかないですけど、星野さん視点だと、多分、ポールさんが狂人で、ヨミが人狼で囲われて、本物の預言者がまだ潜伏してって分かってて、ツッチーが多分重ねてきた。っていうのですっきり言ってますけど。だとしたら、俺は、
投票を持って星野さんに入れるんじゃなく、他を殺しに行った方がいいです。その前に。じゃあ、予言使用させるんですよ。次、ポールさん。あ、ごめんなさいね。星野さんに入れた人も全部洗いました、基本的に。で、シャムさんが人狼だった場合の推理は、シャムさんが、高木さんを、が、落ちしましたね。で、シャムさんが人狼だった場合は、高木さんが、僕が挙げようとした人って、僕にマフィアとか打った人なんですよ、僕対ナミニさんに。だから、その中で、その人って誰ですか？僕で。はい。マフィアじゃなくて、メラゾーマ。あ、メラゾーマ。僕に言ったのは、あと誰？それ覚えてます。マフィアだ。エナミさん。エナミさんに言ったけど。カラオさん。あ、マフィア、僕は、あれじゃないな。マフィア打ったね。ジュリでシャムに入れてくるとしてる？あ、いる。ごめんなさい。ポールさんにマフィアと打った人って誰？ただ、ロキさん。あ、誰が人狼やと思うんですか、グレーで。そう、これ。星野さん目線、俺愛してるの。いやね、星野さんが人狼だったら、ヒロキさんは人間だと思ってて、シャムが人狼だったら星野さん、あ、ヒロキさん。あ、シャムと俺は繋がってる。そう、そう。投票します。結果星野さんに投票します。開口一発、作戦で、開口一番に僕はメラゾーマをポールさんに入れました。その後、4票目を星野さんに重ねて、決戦投票でもしかしたら殺せるかもしれない。いや、だって予言が3人使用したことになるから、予言殺す可能性ありますよね。それで俺は決戦投票入れずに、占われて人狼と言われています。これで俺人間と決め打って星野さんを殺せると思ってます、僕は。はい、投票します。星野さんに、1回も投票しない人って、僕とヨミ君と、高木さんなんですよ。あ、じゃあ、梅さんなんですよ。で、この3人しかいなくて、星野さん人狼だけはないと思っています。ヨミ君は、星野さんが人狼だったとき、隠し狼なので、となると僕と梅さんが人狼ですから。僕目線人狼じゃないので、どっちかに人狼がいると思ってます。それは僕はポールさんの方が人狼の可能性が高いんじゃないかと思って投票します。推理の仕方は違うけど、ポールが人狼やと思ってます。星野君が人狼と推理をしてて、相方が GD やと思ってました。でも GD はメラゾーマを売ってたんで、ここのロールはないと思ってて、星野君が俺は偽やと思ってて、狂人やと思ってます。ポールの方が人狼やと思ってて、エナミンが、囲われてないね、今の投票でね。うん、ポールが人狼やと思う。投票しますね。まあ、違うな。僕が、ちゃんと推理を伸ばしたはず、いいや、な、どうしようかな。ヒロキさんが僕に入れたんですね。で、ヒロキさんが人狼で、星野さんが、狂人で、シャムさんが人狼の可能性すらあると思います。てか、それだと思う。ヒロキさん僕じゃない。絶対僕じゃないです。僕本物です。申し訳ないです。伸ばしてます。推理伸びてるはず。絶対僕に言えないでほしい。それしか言えないのかな。ヒロキさんも疑ってます。ヒロキさんも疑ってます。ごめんなさい。もうこれはしょうがない。僕を最悪辛いとき、予言者辛いときに僕の結果から推理伸ばしてください。僕の結果から絶対勝てない。今、現状グレーの中で疑っているのは、シュンシュンさん GD です。そんなから直おうと思ってます。うん、可能性です。他の人が結構白い。く見えてる、私は消去法で。えなみさんもかっこいいじゃないと思うし、高木さんはワンチャンあるぐらい。けど私、狼は見えてません。はい。投票しますね。シュンションさんは多分僕目線の敵になり得る人物だから、敵になり得る人物をシャムさんが怪しいって言ってるのはやっぱりおかしいと思ってほしくて、僕は今日読み占います。言っとく。僕は、今、一番芯がないのは、シャムさんだと思ってます。一番考察も伸びてないし、占い先も僕は一番しっくりきません。僕、人間っぽいって言われてるけど、一番シャムさんが、だと思っていて、あと、星野さんが、予言っていう必要はないと思ってるので、あそこで霊媒って言えば、絶対助かる。なのに、予言って2を入ってくるのに言っていることから、芯はまだあると思ってる。なので、僕は、まだマイヤード信じてる。シャムさんに行きます。お願いします。僕もね、今日は星野さんに入れるつもりだったんだけど、さっきのエナミンの推理がすっごいしっくりきたし、今梅さんが言ってたように、霊媒師で出れば、ワンチャン、まあ、っていうか普通に多分投票の免れれたと思うんですよ。あるとしたら星野さん強靭で噛まれたくないから占いに出た。で、やっぱりね、今日はシャムちゃんに、まだ届くと思うんで、シャムちゃんに入れる。お願いします。5人、4人。4人。ポールさんに決定を打ちます。おー、結論、まあ星野さんを信じてます、基本的に。梅さんが言った通り、霊媒師って言ったら絶対に、逃れれて、僕は読みを人狼だと思ってるから、はい。霊媒師って言って、強靭な霊媒師って噛まれる可能性があるから、偽物は人狼で、ここに人狼がもう一人いると思ってる。人狼だと思ってて、
その場合の教授の広瀬さんだと思ってる。まあ、星野さんに占われるのは全然構わないんですけど、星野さんが4票、千恵美が3票だったときに、俺は星野さんを殺せたし、星野さんはあの時俺を疑っていると言っていたから、別に難癖つけて星野さんに決定票を打つことはできました。だから星野さん、まあ別に占ってもいいと思うけど、まあ人間です。と先に言っておきます。ポールさん逃げます。挑戦します。昨日と変わって、シャムちゃんが本物やと思ってます。星野くんに投票します。はい。本日処刑されるのはホールさんです。おかしい。本物で取れるんだ。でもいいです。霊媒師、絶対生き残ってください。僕の白結果を見たら、僕のこと本物が人狼だと思って釣ってるんですよね。僕の白結果を見て、絶対に、本物で追ってください。僕のこと教授あるかもとか言い出さないでください。絶対に本物です。で、僕が言われたエナミーさん、人間っぽいんでしょ、エナミーさんが。読みに後ろでしょ、何を考えて僕のことを言ったのか分かんないです。で、シャムさん、僕、今日人狼と言ってる星野さんを処刑するのは、シャムさん本物だと思ってる人も星野さんに入れるべき。ツッチーさんが人狼という結果を打ってるんだから、やっぱり星野さんに入れるべきだし、シャムさんも僕の方に入れるのもおかしい。星野さんの方が集まりやすかったから、本物だとしても。絶対本物です。実を言うとあんまり言わなかった。今日僕生き残れると思ってたから。星野さんが人狼のパターンでも星野さんに入れてる可能性は全然あると思ってました。正直。わかりますか？星野さんが人狼でもあの日星野さんがそろされるだなと思って身内切りで入れてる可能性すら考えていました。僕が一番考察を述べようとしたのに遮られたのは皆さんのせいです。僕は本物です。で、はい。絶対本物です。ただ、これだけ言わせてください。進路ハウスはまだ営業しています。はい。みんなで行きましょう。はい。だから、はい、この、僕がいなくなったんで、もう皆さん、これから進路ハウスに行ってください。進路ハウスで、進路ハウスに行ってください。はい。ほぼほぼ、帰れ帰れもう。帰れ。ほぼほぼ、帰れもほぼほぼ、僕、あ、ごめんなさい。ほぼほぼ、帰れよもう。僕を、僕とエナミさんと呼んで、またコメント来るぞ。コメント来るぞ。はい、カメラ、次のグルメお願いします。めっちゃおもろい。そういうキャラで押してるの。ジロハウス行かないでね。はい、行かないでね。はい、はい、ね。ホルさんがいい。イエイイエイ。長かったね。長いね。まあでも長いキャラってことでいいんじゃないかなって。長いキャラいいの？ね、投票棒がちょっと、はいはい、見えにくいじゃないかなと思うんですけど、こんな感じの見えるかな。もうちょっとアップしていったら。もうちょっと。あ、こんな作って。すごいね。背景がね、同じだから見にくい。確かに。可愛い。かわいい。実はね、こういう投票棒を使ってます。使って、はい、やってるんですよ。あ、ポールさん来ないね。この人だ。まあ、いっか。魔女っ子が持ってそう。魔法かけてそう。いやー、短命ですね、今日ね。さっき初日処刑で初夜飲んですが。麻雀弁護にクレーム出されてるけど、きっと脅威なんですよ、この太郎さんが。今どこ刺した頭刺したろ。この頭が脅威なんですよ。いやいや、ね、ちょうどパーマ当てて1年ぐらいですよ。ちょっとさ、初日の作戦は難しかったんだけど、あれどういう作戦だったっけ？あれは、ドラゴンクエストの作戦らしくて。ああ、うん、そうだね。あんま詳しくないんだけど。そうなんですよ。なんか、こう、2つの魔法を組み合わせると、うん、なんか、1つのなんか、巨大な攻撃ができるみたいなこと言ってましたね。ああ、なるほど、うん。あ、怪しい人に撃つの？でも、メラゾンバが炎の魔法？マヒャドが氷の魔法。死んだ。死んだ。かわいいって言われてる。かわいいって、ね。クレームがね、クレームがすごい。そう、あれ、投票がね、長いんだ。投票？遺言でしょ？遺言？ごめんなさい、投票も。遺言も投票も。ごめんなさい、ごめんなさい。もう、すごいコメント来てるよ、長い長いって。ハウスにクレーム出すって言われてたよ。ごめんなさい。まあまあ、でも長いキャラでいいかもね。そんなんかはごめんなさいね。長いキャラってどうなんて感じだけど。ごめんなさいね、ほんとに。なんか、長かったですね。魔法を別々の人が打って、うん、
で、2つの魔法が重なったら、その人が投票対象。投票、まあ、申し訳ないです。すみません。あの、議論中、あまり喋れなかったんで、申し訳ないです。うんうんうん、まあまあまあ。まあまあまあ。ゲリゴンそう。欲しがりやなぁ。大変に、大変申し訳ありませんでした。じゃあ、コーナーの謝罪も入ったところで大丈夫でしょうか、はい、大変申し訳ないでした。ごめんなさい。はーい、じゃあ、バイバーイ。2日目。あ、3日目か。3日目。いらっしゃい。はい、おはようございます。本日襲撃されていたのは GD さんです。はい、議論時間6分スタート。 GD、 3日目まで決定票、決定票、決定票、ポールさんへの決定票、うん、霊媒師と思ったのかな、順路は。まず結果を聞きたいですね。ヒロキさんが順路でした。おお、誰ですか？ GD が人間です。 GD 人間、ね、どうしたん？シャム頑張ろうね。シャムさんね。DD は昨日、やっぱり狼だったら釣りに行きたいと思う写真を。だから、やっぱり大きく言って、私は検討してた DD を。頑張ります。頑張りますが、ね、多分全部読んで噛んできてる。ちょっと梅さん、すみません。あ、すみません。あ、ちょっと待って。ごめん、残念だけど、シーンなんですよ。あ、わかります。ね。ごめん。あ、星野くんのことをみんな何やと思ってます？強人か、シーン。あー、ジンだと思えへん。あ、ジンだと思えへんやったら無理やわ。弁明できへん。初日俺、星野くんって、黙って殺すんもったいないなって言って、なんかの役職やったらっていうのね。映ってない。映ってない。なんかの役職やったら困るなって言って、4票を持ってたのに、並べるために知恵美に投票した。並ぶのが、2票持ってたのが知恵美しかおらんかったから、知恵美に投票して、星野くん助けてます。はい。まあ、結果論にもなると思うけど、はい、まあ、まず、ヨミが人間だって。だっていうのが分かったことと、はいはい、あとは結局、そう、結局、初日の決戦で僕に投票してた2人が人狼だったから、昨日の議論でツッチが人狼ってバレた状態で僕をめっちゃ殺しに来る。あ、ちょっと待ってください。違いますね。2つ推理が当たってないのが、俺は星野さんに、決戦投票では入れてない。通常投票で入れてるだけ。決戦は僕が入れました。あー、で、だからその議論誘導ができなかったのは、スッチーとヒロキさんが共に人狼で、他の人たちがみんな村人、預言者以外だね。昨日、星野くんを多分殺しに行けると思ってて、俺は星野くんを殺しに行けるのにポールに投票を促した。ポールの方が人狼やと思ってっていう推理に変えてるんでね。自分の推理のまま言ってた星野くんに投票できて、星野くんを殺すことができたのに、偽物を殺しに行って、俺を、人狼と言ってる。現実確認したいんだけど、ね、もう未だに、ポールさんが死んだと思ってる。霊媒師は出てこない。ポールさんが死んだと思ってる。私目線は、初日投票対象に上がった高木さんが誰にも助けられることがなかった。しかも、ちなみにメラドーマを打ったのに、何だっけ、マフィアドを撃つ、誰も撃たなかったっていうことから、やっぱり高木さんは人間じゃないかと思っていて、そうなると、やっぱりシャムさんとエナミさんが、やっぱり狼として上がってくる、私目線は。シャムのグレーは、どんなキャラだったの？シャムさんと、エナミさんと、高木さんだっけ、あ、梅さん。俺もよ。オッケー。でも、消去法です。削ってる。人間っぽいと思って。ヒロキさんとツッチーさんは、シャムを全面的に信じてる。全面的には信じない。あ、俺はポールが偽やと思ってる。エナミさん今どう思ってますか？俺、エナミさんは絶対人間だと思ってる。梅さんは霊媒師ですか？俺、全然人間と思ってる。僕は、ちょっと分かんなくなってますけど、ヒロキさん結構人間っぽいって感じたので、星野さんが黒を出した理由が分かんなくて、もし狂人だったら辛いに来てるのかなとか。あ、どっちにせよ星野くん偽と思ってほしい。狂人でも人狼でも、狂人やと思ってほしい。これでも霊媒師は出るべきだと思うよ。はいはい、もうね。はいはい、霊媒師は。人間だけは人間ですね。結果人間ですよね。ポールさんは人間。だから俺は狂人で人狼と思ってる。今だに。違うんすよ。いや、星野さん人狼っていうのはな。やっぱり、だから狂人だと思ってるって。狂人で貫いてる狂人だと思ってる俺は。ごめんなさい、ごめんなさい。今日は星野くんでよくないですか？シャムと星野くん二択ですよね、今日。今日は星野くんでよくないですか？もちろん。シャムの結果はもう一日欲しくないですか？そうです。はい。オッケーです。オッケーですね。それは飲みます。それは飲みます。みんなは、ポールさんは何だと思ってますか？僕は死んだと思います。結構本物ってもんだったら、シャムさんいけますよね。偽物ですよ。僕のこと偽物って思っても、ポールさんが本物ってもんだったら、シャムさんを処刑できます。私はプロを見ていないし、
あなたは苦労出してますよね。そう、もうあの、星野さん目線、もう終わってます。お仕事が。決めつって言ったのに。いや、決めつって言ったけど、終わってます。だから、ポールさん、本物と思うんだったら、今日僕殺してもらっていいね。はい、僕は本物と思ってます。それは仕事も終わってる含めて、スッチーとヒロキさんっていう人狼が割れてる状態だから、それはいいけど、決めつっていう進行を取ろうとした人たち、ポールさんは偽って思うんだったら、はい、シャムさんに言ってください。僕目線の人狼の可能性がある。次、ヒロキさんで。なるほど。梅さん、シーンやったとして、はい、星野くんが、もし人狼の仮定をしてください。はい、星野くんは4票持っていて、トムも入っていたので、はい、後半にもう一人票を持ってるかもしれないです、狼。それをシャム目線で洗ってほしい。みんな全員入ったかな、グレーの人。グレーの人。星野くん。星野さんは結構遅かった。違う。僕1票目だ。エラ君は。違うわ。僕は2票目に。そうだ。あ、1票目でもねえよ。シャムちゃん偽物だな。僕今日ボイだったら僕回りますよね。そうそう、シャムさんの色見るとすべてがクリアになります。オッケーです。なるほど。シャムさん、クリアなんない。なりますなります。もし梅さんのフォーマットになれば、白という結果しか残らなくて、結局星野さんが偽物っていうのが残っていた状態で、まだ3の残ってるんですよね。はい、でしょ、はい、だから、まあ、非常にまずいです。現状、俺とヒロキさんが人狼に見えるかどうかで、星野さんの処刑は判断してほしいと思っていて、俺とヒロキさんどっちも人狼に見えるんだったら、星野さん本物なんで、シャムさんでいいと思ってます。ちょっと初日何票目に投票した？僕は、結構、4票目は、ここにある状態で、俺は星野さんに4票目が重ねる。じゃなくて、はい、俺がシャムさんの色見たら、全部クリアになるじゃん。僕が追っているのは、梅さん人狼の線を追っているので、俺人狼だったら誰が霊媒なの？分かんないです。だからこそ、俺は星野さんに。何意味分からん、お前は。はい、じゃあ、お願いします。ポールさん、本物と思うんだったら、僕を処刑してください。僕が偽物になります。それは村目線の考え方の問題です。ポールさんが偽物だと思うんだったら、シャムさんに投票してください。投票します。シャムさんはめちゃめちゃいいと本物の可能性が僕目線めちゃめちゃあるし、ポールさんの本物持ち味があるので、今日星野さんに行ってほしいって強く村に言ってきます。昨日星野さんを処刑したかったです、僕は。そう。昨日星野くんを処刑しとけばよかったと、申し訳ない。梅さんが本物なら絶対に星野くんが人狼です。梅さんも星野くんに入れてください。星野くんは人狼です。ポールが狂人だったら、やっぱり自分が狂人と分かってるから、昨日、本物の霊媒師がいた場合に、僕が白っているから絶対本物ですっていうことができたのが一つと、結局ポールって、投票対象の人を下げるっていう狂人の行動をしています。初日の使用の仕方が一つ。あと、ツッチーとヒロキさんは狼っぽく見えますかっていうの一つ。ごめん、占い好きがポンコツなのはほんまに申し訳ないと思うし、私は梅さんが本物っぽいって思ってるから信じてほしい。かつ、えなみさんやっぱりうーんってなったらやっぱりしゅんしゅんさん、もうワンチャン新ロールあるんかなって思ってる。で、狂人とか抜けてるんかなって思ってる。しゅんさんは偽物。お願いします。新ロールは梅さんが本物の場合はないです。シャムシャム目線はね。僕の今の現状の推理、星野さんが狂人、シャムちゃんが人狼、高木さんはほぼほぼ人狼。あ、で、いや、で、多分ね、誤爆あるかなと思ってる。星野さんどうでしょう。どっちかで。星野さんは人狼だったら、星野さんが本物だったら全ての人外が見えているので、梅さんは絶対本物になります。だから星野さんは梅さんに人狼と言われた瞬間に破綻する。だから星野さんは人狼でそんな結果を出すと思えないから、俺はシャムが人狼だと思う。それを言えないヒロキさんとツッチーさんがおかしいと思うから、結果も狂人。あるけど、まあ。本物だと思ってる俺は、星野さんが。だから、シャムに入れます。ごめん、シャムさんも俺言ってるんだけど、俺も、もう、ヨミさんと全く一緒で、ここで、人狼が、出すと思えないんだよね、俺は、本当に。なんで、俺はごめん、シャムさんが違うと思ってる。ごめんなさい。お願いします。とはいえ、星野くんに僕は投票します。ただ、シャムちゃんも偽物だと思います。明日どこに黒を打つのでしょうか。僕はエナミンさんもヨミくんもシュンションさんも人間だと思ってます。だから、星野くんは本物の可能性があって、ヒロキさん、ツッチーさんの可能性もありますけれども、どこに出すんでしょうかね、うん、シャムちゃんは。それが楽しみなんで、今日はシャムちゃんを残してあげましょう。うん、
星野くんを信じることはあのやめない。やめないよ。はい。投票します。GD 君が狙ったのがやっぱり新っぽくないなと思っちゃった、素直に。昨日決定票を入れた GD 君が、結果はポールさんの色が分かれば分かるはずだから、占うんだといえば僕とかシュンション君とかだったとやっぱり思っちゃう。から、結果星野さんの芯もあるし、誤爆もあると思っています。投票は本日かけされる星野さんです。僕は議論中に言うことは言ったから、もう何もないです。ツッチーとヒロキさん、そしてシャムさんを処刑してもらったら、それで終わります。だから、残りの村人の人たちは、頑張って流されないようにしてください。はい、それではカメラ、天国ルームへお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、星野さん死亡しました。あっちもあるよ。最終戦だし、白熱してるね。いや、結構難しい村じゃないですか。すごいですね。めっちゃ怒られてました、僕コメントに。長いって。そういう芸人だったんですよ。そういう芸やったんです。遺言芸って。遺言芸、はい、関西わらころ人道のトリッキーな星野さん、星野さん、トリッキー星野という異名を持つ、めっちゃ真面目にしてたと思います。めっちゃ真面目にしました。大連続強人で何も言わなかった。不真面目ですけどね。強人としては。ごめんね。一戦目二戦目。強人としては不真面目かなと思います。なかなかあんまりネタバレになるようなことは言わないけど、あ、そうですね。そう。あ、多分気持ちは分かってくれると思う。まあそうだね。クローズの方がいいのかな、約束公開してるのも見たいのかな。ああ、ちょっと一つだけ聞きたいですね。その上での推理も確かに面白い。やってる方からしたら、クローズの方が楽なんですよ。まあ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 。すごく。そうですよね。どっちも、あ、クローズ好き。あ、よかった。どっちも。あ、そうなんや。へぇー。あ、そうなんだ。やっぱ推理したいんですね。でも見る側だと結構フルクローズで自分が推理してとかやるんだけどね。オープン、1戦目だけオープンにして次クローズ、クローズっていうのは結構面白いかもね。スリアローさんとかそうですもんね。そうですよね。1戦目と2戦目のコメントの質の違い。ありがとうございます。ありがとうございます。予約ありがとうございます。つもりです。つもりです。つもり。ぜひ、ありがとうございます。すいませんね、もう。ミノハウスも。繁盛してはりますか？繁盛してないですよね。してないんかい。いやいや、皆さんの力で。公開って何？あ、ジェリーさん。あ、一人だけの役職を。この人だけ村で村ですよ、みたいな。一回最大トーナメントとかでやってましたね。へー。それ面白そうだね。フレッシュ村でも一回オープンでやってんかった？そうでしたっけ？だから初っ端の方それやった記憶があるけど。へー。オープンでやってんですよ。あー、1戦目だけオープンね。昔やってましたよね。今やってないですけどね。そうですね。ね、やってみましょうよ。高木さんだけ公開するみたいな。高木さんのやつだけ公開して、高木さんがどんな動きをするのかを高木さんだけ見守るんだっていうね。高木さんだけ公開がいい。面白くいない。面白いか。面白い。星野さんプレイすごい勉強なんで、私時々こう GM してる時とか、星野さんはどう動くんだろうっていうのを見て、確かに確かに見たいよね。今回も何やってんのかよ。まあメタバレなのか。どっちにしても、何にしても何やってるんですよ。あの、ワンティアチームやった時に、星野さんとペア組んだんやけど、星野さんの思考を、すごいいろいろ聞けて、あ、すげーってなった。勉強になります。はい、いってらっしゃい。おはようございます。おはようございます。本日出撃されていたのはシャムちゃんです。はい、議論時間5分。ちょっと待って、ごめん、ごめん、ごめん、間違えた、人狼だ。じゃあ星野さん破綻ですね。あ、ごめん、ごめん、間違えた、破綻。まあだから、人狼、人狼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 は人間人間ですね。人狼さんの人狼はまあなくはない。シャムさんの正体だと思ったの。はい、正体は、ヨミさんしかいないです。はい、これ、ヨミさん、出演しちゃダメですか？
梅さん。梅さん。梅さん。今日俺。はい。俺昨日、だって別に、俺とひろきさんが自分に思えないんだったら、星野さんでいいよねって発言をしました。で、その時、別に、星野さんの色見てもいいんですよ。だって、どのうち偽物なんだから。いや、なら、はい、なんで、星野さんに俺は黒だと思う。キャムさんはかんだからです。は？なんでかんだの？一回星野君が人狼の過程でしません。しました。はい、もうそっちへ行って、そっちへ行って。初日から、の行動です。うん、かばった、かばわない、投票者、投票してないっていうのを。2日目、4日目はあったんですね。はい、通常投票入れたのは僕とツッチーさん。はい、はい、はい。何票目、僕は3票目で4票目を埋めます。結構ここは2番目と、はい、梅さんを信じるんであればツッチーさんもこの辺り人間っぽい、うん、で決戦投票で入れたのは俺とシュンシュンさん。はい、はい、で、ヨミ君が隠しろ。隠しろ。隠しろ。シャムの強靭の線は終わへんね。シャムちゃんが、いや、シャムちゃん強靭なんで、結果は白やね。そう、強靭だとしても、ヨミさんは絶対人間。絶対人間、隠しよう。絶対人間。まあ、死ぬと僕とヨミさんになりますね。得するのはエナミンさんだけやね。エナミンだけやね。これはどっちかだと今思ってる。両方。そうですね、一応言っとくと、僕は、ポールさんに投票しに行った理由が、ヨミさんと僕の人狼がないからこそ、僕はポールさんかサムさんにどっちかに人狼がいるっていう風にですか。その、要は、そのなんだろう、星野さんが人狼に見えないから、かばっちゃってますね、結果的に。だから、僕は。これ、もめてください。はい、初日に星野さんに投票しちゃったんですか。はい。高木さんと、土地さん。3票目。3票目と4票目。人間ですね。はい、で、人狼で言われてます。人間ですね。はい、で、人間ですね。人間ですね。普通に、普通にやれば、普通にやれば、僕ら2人が人狼だったら、やっぱり今日の結果絶対隠さないとダメじゃないですか。だから梅さんが噛まれるはずだと思います。あとは多分シャムちゃんを残すんだよ。残すし、梅さんを噛むんじゃない？そうなんだ。じゃあ、なら、俺が。シャムを釣りに行ってる人、昨日。俺、はいはいはい。行ってない。だって、梅さん昨日シャムに行ってる。投了したけど、最終票は。だって、俺、シャムさんの、色見たら全然わかるくない。だからね、それは星野さんとも一緒だと思う。だから、星野さん投票してた、俺。してない。梅さんは、梅さんが人狼なら、このシャムを噛まなくないと思ってる。噛むんじゃないですかね。なんで？あ、どっち？梅さんが人狼だったら、シャムちゃん噛むんじゃない？俺、別に、俺が人狼だったら、星野さんや千代さんって、シャムさん人狼って言えば済む話じゃない？今日、シャムを連れてたんじゃないかなと思う。梅さんが人狼なら、俺はやっぱエラミンを一番疑ってる。僕ですか？俺がシュンシュンシュン。なんでマジポールさんが僕だと思うんだよね。これ最後にまして、僕人狼ですよね、うん、そしたら、どんな色でも出せますよね、うん、そしたら、普通に資料と言って、確定人狼ですって言って、次に行けば、高木さん、きっと投票してくれましたよね。あと、はい、あと、投票しましたね。普通に殺せましたよね、今日。多分、梅さん、今日つらいないと思うんで、はい、僕たちに喋らせてもらって、シャムちゃんは僕のこと疑ってなかったし、僕が、即噛む必要がない、全く。昨日、投票の時に僕を全く疑ってなかったし、シャムちゃんが強靭の可能性すらあったのに、なんで噛まない、なんで噛んで殺す必要があったのかって話。全然梅さんとかを噛めば、結果隠せるし、高木さんが狼じゃなかったっていう結果にすら出せるはずなのに、今日構えたのが、誰だっけ、噛まれたの？シャムちゃんでしょ？シャムちゃんだからおかしいと思ってる、僕は。だから梅さんが偽物か、狼が、安全地にいると思ってます。ヒロキさんだと思います。ヒロキって俺は見えない。待って、絶対違う。絶対ヒロキさんが人狼だったとしても、多分最初に梅さんを神に行くと思ってる。違います。疑い上ここに持っていけるから、人狼だとしたら噛む必要がない。その推理をしているのがエナミンとシュンションと、ヒロミはいい。高木くんでしょ。ここに人狼がいるからじゃないの。シャムが、真か狂人か何かっていうのは俺が分からなくて、シャムの行動と推理が人間っぽいって言って、俺はずっとかばってたの。結果シャムが、真やったんでしょ。真をかばってた人をなぜ一番疑う真がかまれて、今日の白結果、誰が見られても黒が狭まります。うん、だから、誰でもかむ意味があると思うんです。それで僕が一番人狼になるか分からないです。そうだ、だって一番最初に、一番最初にシャムが真だと思うって言ってたもん。初日から言ってました。そうだ。シャムが死にそうな時も。あ、ごめんなさい、熱くなってごめんなさい。そういう推理です。シャムを殺せる機会が投票で何回もありました。ポールさんの時もシャム疑われてたし、シャムを疑ってた声が大きい時にシャムを殺せたのに、俺はシャムをずっとかばってた。
今日の城は誰の城を見ても、黒い位置が狭まるから誰が噛まれても得をする、一番得をする俺って言ってる推理をしてる、やっぱ選ぶなっていうの。投票します。ひろきさん、高木さんも得するかなって僕は思いました。昨日決定票を打っていることから、一応高木さんも結果を見せる意味があるかなっていう。ただ、普通に考えたらシュンション君になる。素直に考えたら、シュンション君を釣るのが多分今日は僕の中ではベスト。ただ僕はボールさんに一番真っ先に預言者に行くときに言ってるんですよ。僕、囲われてて、人狼で、狂人と分かってる人を狂人から殺しに行ったってことですか。僕が人狼だったら。だったら、星野さんをかばわずに身内にした方がいいと思います。素直に、星野さんに言って。まあ、当然そうでしょうし、投票します。いや、客観的に見て、もうね、多分今日も処刑される 100% だと思ってたんでね。でもあんまりなんかなくて、昨日僕が言っていた推理は、星野さんが狂人の時の内訳だったんで、もう全く無視してください。で、いや、そうなんだよね。ポールさんが本物の場合、エナミンが人間になるから、誰かがえぐい身内切りを絶対やってることになってるんだよね。なんかね、多分やばいことが起きてると思ってる、今。でも俺は梅さんを信じたいから、今日は高木さんに投票する。あ、いや、そうなんです。今までずっと合ってると思います、皆さんの推理。で、ただ、僕は人間です。でも、おっしゃるように、えぐい身内切りしてるとしたら僕です。僕が、通常同様で、星野くんにで、昨日も、多分、どっちが釣れるか分からなかったであろうところで、星野くんにほぼ、重い票を入れてます。ただ僕は、それをちゃんとやってきたに、僕はね、梅さん入れたかったんですけどね、梅さん今まだ票を持ってるでしょ。梅さんが人狼の時がちょっとまずいかなっていうふうには思ってますが、ただ、シュンションさん通常1票目入れるんかな、どうぞ。僕に入れたから悪い。ふふ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 で、すべての投票からも、俺の中からは、エナミンさんは全然あると思っていて、ただ、一つあれなのが、俺がポールさんが死んだと思ったかなぁ。その人なんだよなぁ。この牢獄がないでしょ？ないから、やっぱり、軸になっちゃうんだよ。でそうだって、エリアの子してんだから、牢獄じゃないですよね、普通に考えて。それで、ごめん、それでもう身内切りしちゃったらごめん、もう俺わかんない。もうそれで気合ったらもう俺無理。無理無理。って思う。投票します。ヨミさんに任せる投票をします。わからないからです。ここめちゃくちゃ考えたけどわからないからです。ヨミさんに託します。高木さんに託します。むずっ。めっちゃむずっ。でもね、ツッチーさんは人間かなってやっぱ思うな。一番。ツッチーさんだけは人間だなって思うけど、ヒロキさんはまだ疑う余地が僕の中にはあります。結論、シュンションさんに入れます。はい、本日査定されるのはシュンションさんです。はい、まあしょうがないんですよね。まあこれがちょっと僕の弱さでもあるんですけれども、高木さんに投票したのはやっぱまだ僕はポールさんが本物の可能性があると思うから、3票目だったらとどめ刺す票じゃないから人狼の可能性はあると思うんだよね。だからもうてかポールさん本物の場合だったら高木さんの人狼になるの、僕から見たら。だから投票せざるを得ない。でね、やっぱりそれでもまあエナミと高木さんもあるし、スッチーは人間だと思うけれど、ヒロキさんとかだったら別に身内切りで最後人狼って打つことぐらいはできると思うんだよね、決戦で入れるとか。だからいろんな可能性を追ってほしいし、僕は高木さんは絶対人狼だと思うから、高木さんは殺してほしいなって思っています。あとは託しました。はい、天国ルームへどうぞ。
どうもシュンションさんが死にましたね。この作戦の提案者ですよね。はい。大の大冒険詳しい人。最近読み始めた。最近。うわー、そうなんですよね。あかんの。リアルタイムで読めないとあれは。あかんですね。それはなかなか。シュンさん大好きなんです。いやもうそれはもうベースのドラゴンボールとドラゴンクエスト大の大冒険。これもうね二大巨頭だよ。大の大冒険とドラゴンクエスト違うんですか。いや一緒です。一緒です。ドラゴンクエスト。でサブタイトル大の大冒険。ああ、全く知らん。そうね。いやメドローアとかですげえ懐かしいとか思って聞いてて。六団長全部言いました前。六団長。はい。六団長魔王軍の。これ言えなかったら人狼とか。それは。まあ僕本当序盤までしか読んでないんで。じゃあ黒子ダインですよね。黒子ダイン。ヒュンケル。ヒュンケル。ミストバーン。ミストバーン。あれやばいぞこれ。うわ。また半分や。これは当てられる。あれちょっと待ってくださいね。マジで当てられる。なんかあの三本みたいな。三本。三本は。なんか言いましたよね。ちっちゃい。あ、ちっちゃいやついる。ちっちゃいやついましたよね。コメント見る。マームがちゃんとしてくれてるんだ。マームは違う。あ、フレイザードだ。フレイザード。いや、ちっちゃいのはザモエル。すげえ、にわかやんけって。覚えてる、大のお父さん。大のお父さん。潮流軍団の団長。全然わかる。やばい、わかんないです。バランス、バランス。クリリンとか来てる。クリリン。クリリン。でもこれね、見てる人って結構この世代の人多いと思うんやけど、なんかさっきからね、ちょいちょいこうなんか、うん、この話出した時にコメントもくれて。ちょっといいですね。まあ結構、もっとノリノリでみんなやってくれるかなと思って。いやでもね、元ネタみんな知らんかったそうなんですよ、ごめんなさい。メドロワって言われて、いや懐かしい、これね、両方難しいよね、メドロワって。同じ力でやらんとか、ね、やらそう、まとまけど。それでポップがもうなんかここめっちゃ火傷してたから。めっちゃ語るやん。フュージョンみたいな。フュージョンみたいな、そうね。あれもうしょうもない話したら終わったよ。はい、またねー。本日出撃されていたのはヨミです。はい、議論時間4分スタートです。人間あと何人いますか。俺はもうポンポンポンと思ってます。僕が人狼だったら梅さん噛んでますよ普通に。梅さんは僕に戦ってきてて、じゃなくてもうね、人狼で僕噛めないです。噛んだ僕は死になるから。なんでですか。噛んだ死になるじゃないですか。だって投票入りますよね僕。はい、ヨミさんから、ええ、でヨミ君は僕のことはむしろかまってくれると思っていて、僕が人狼だったらヨミ君かまないです絶対に。僕がヨミさん人狼かもしれないですね。僕人狼ですね。なら違います。なぜかというと、ヨミさんと僕だけなんですよ。高木さんじゃなくて、星野さんに投票してないのが唯一。はい、結果絶対に民主主義が発生しているのが僕の目線なんですね。はい、でってなった時にヨミさんは唯一投票してない中のグレーだったんですよ。はい、霊媒師って言うまでは、はい、人狼の話全然ありますよね、梅さんって。何言ってるかちょっとわかんないですけど。あ、梅さん、2人は入れ合う意思がある。俺もそうです。僕と2人のローローはあると思う。要は、話を聞かずに僕と高木さんの二郎っていうふうに決めつけてる梅さんが人狼にしか見えなくて。決めつけてるんじゃなくて。じゃあ、議論しましょう、議論。ほぼそうだと思ってます。なぜかというと、僕は霊媒師なんです。でも、だったら人間の話聞きましょうよ。僕、エナミーさん信じてます、今。人間だと思ってて、昨日、シュンシュンさんと梅さんが人狼同士の可能性もあったんじゃないかなって。あ、梅さんは、エナミーさん。エナミー、だって、梅さんって、ポールさん、基本的にずっと信じてましたよね。高木さん、その可能性が立てないことだけ、言いますね。梅さん、初日に、シュンシュンさんに1票目入れてるんですよ。はい、1票目を投票したシュンシュンさんに、4票目か4票目ぐらい、まあ、序盤の票を入れてるので、はい、多分人狼は考えにくいかなと思ってます。そして、シャムさんが噛まれたことからです。あ、エナミーの、ごめんなさい、ポールが、ごめんなさい、狂人やった時も、エナミーは城をもらって、狂人に入れることができます。それは、真の占い師に占われないために、それはできると思ってます。その機能面があんまり響かないです。でもですよ。だって人狼に入れてるから、ちょっと説明します。今日、梅さんに投票できますか。梅さんに投票できる。いや、俺はエナミーだと思ってる。強く。ヒロキさんに説明します。だとしたら、初日時点で、神眼が分かったわけですよ、狼目線。ポールさん、狂人、シャムさん、神って。で、星野さんが神狼って分かったんだったら、それこそ初日にシャムちゃん噛んで、星野さんなんて切り捨てればよかったはずで、なんで、3日目ぐらいまで残して、シャムちゃんを噛むんですか。俺、僕が神狼だったら。あ、ごめんなさい。梅さんが偽でもエナミーだと思ってます。
なんでですか？このメンバーは、ごめんなさい、星野くんに入れてないことなんです、俺目線。星野くんの、かばってる登用してるのが2人で、ごめんなさい、2位です。はい、もっぺん言います。俺は2人が人間にしか見えない。なんでですか？だって、まず人狼か、はい、ね、人狼を出してます。そして、ずっと、ずっと、ずっと、死んだと初めから言ってます。そして、一番最初に2日目に黒を打たれてます。今も、高木さんと榎並さんは僕を強打します。梅さんが人狼の可能性もあるから、はい、僕は、ひろきさんか梅さんのどっちかだと思ってます、今。で、梅さんに言います。結果的に梅さんって結果見せられてますよね、星野さんが。はいはいはい、それは人狼側の策略が絶対あるんです、そこに。だから言いますよ、僕はもう一つ言うならば、はい、もう一人切ってるのはひろきさんだと思います、はい、言おうとしたところに高木さんが俺を釣ろうとしてたとこから、はい、ね、一回、ゆっくりましょう、はい、ゆっくりましょう。エナミンはじゃあ俺が人狼やと思って相方が誰やと思う、梅さんが死んだとしても俺やって言ってるね。じゃあ俺の相方がいるよね、死んやったらそれが誰やと思う、ツッチンと、ツッチンと俺になるんじゃない、それから。違うんですよ、この中に色いる気がしないから梅さんが偽だと思って言って、うんうんうん、まず最初に、で、ひろきさんはそれでも人狼あると思ってます、梅さんとひろきさんの人狼とかは。そうやね、俺もエナミが人狼だと思ってるから。今なんでですか、エナミさん今場所で言って、この中に色いなくて僕が偽だったら僕ラストオブですよ。なんでですか、あどうせ二郎いないのに僕が二郎だったら、僕が言いたいのは違います、はい、梅さんを含む二郎、この二人も聞きたいんだけど、はい、梅さん、怪しい。はい、投票します。いいな、投票。はい、投票します。はい、エナミさんは人狼じゃないと思ってて、ウメさんは 100% 人狼だと思います、僕。ウメさんは預言者の中で、シャムさん、3人の中でシャムさんしか殴ってないんですよ。それが、俺はウメさんの人狼要素だと思ってます。いやー、1票目に入れたのをすごい後悔してます。はい、後悔してください。はい、明日、なんか俺が釣られそうな気がしてます。じゃあ、梅さんと俺が人狼っていう主張してるよね。俺はシャムをかばってて、梅さんは星野くんをかばってて、例えば星野くんが人狼、で、梅さんが人狼、ポールが人狼、どっちが人狼やろ、ごめんな、ついに聞いてなかったんだけど、その三狼で、違うとこを守ってて、狼を、二人で守ってない。シャムを真やと思ったから、それは俺は。梅さんは、星野くんを守ってた。俺は星野くんを守ってたら、シャムから釣れた。シャムの紙じゃなくて、釣りで殺した方が、俺が人狼やったら絶対いいの。理由もある。理由もいける。梅さんと星野くんを信じるって言って、星野くんがあの出方する人狼がないでしょって言ったら、GD を噛まないでしょ、俺が人狼やったら。だから、エナミンが人狼やと思ってる。身内切りをしてない。だから、エナミンと梅さんが人狼で、明日残って、どっちかが残って、じゃあ梅さんからエナミ殺したでしょって言って残ってる2人が人狼の可能性もあると思ってる。もうツッチーがこれに1票入れた時点で止まってます、はい、終わってます。はい、僕は梅さんを含むもう一郎がいるとは思いました。ただ梅さんが真の時にこの3人の中に二郎の組み合わせがないと思ったので、梅さんが偽物なんじゃいかと最初推理して梅さんを真っ先に叩きました、人狼だと思って。で、一応真の可能性もあるから梅さんに、僕たち2人で高木さんと僕の人狼人狼っていうロックをその一旦外してもらえないかって言ったけど、それでもなおやっぱり僕たちを疑ってきたことから梅さんのことをやっぱり人狼だと思って投票します。いやー、来てしまったね、これは。こんなつもりではなかったよ。僕は梅さんを偽物だと思って今日梅さんに投票したいと思います。僕は人狼でないですし、エナミンさんのことも僕人間だと思ってます。そうですね、昨日シュンションさんも人狼あったんじゃないかなとは思ってます。明日来たらツッチーさんを怪しみたいと思います。はい、言います。僕はまずほぼ2人だと言いましたけど、2人で確定証言ありません。そして切ってるんだったらひろきさんだと思いますって言ってます。それはその前に高木さんが僕に攻撃してやからです。あ、なんで、あ、分かった、今日俺の次に来てた最後だと思ったからロールだと思ったんですって言ったんです。で、もうツッチー逃げると思ってから入った瞬間に負けたと思いました。そうです。夜はやってこないでしょう、基本的に絶対に。はい、梅さんを発見されて夜来ます。しゃーしゃーしゃー
まだまだ入ってないです。夜来ちゃいましたよ。え、なんで夜来たの？あれ？夜来たよ。GM、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 あれ？あれ？ラッパさんが人狼なのかな？あ、ラッパさんが。あ、誰が人狼？あれ？なんで夜来んだ？え？誰が人狼だ？夜来たけど、まあ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 。いや、なんで？そういう演出。演出？うん。夜はやりましょうみたいな。いっぺんが、というか、いっぺん夜が来て、食べさせて、それね、ちゃんとしてよ、びっくりしたよ、超びっくりした。ジンロールームの梅さんです。いやなかなか。あれ読み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 。ああ、噛まれた読み。噛まれました。角城でした。角城ではないけど。角城ではない。いや、角城じゃないよ。角城。角城。富士山でもう全部見られた。ギリギリシャム今日俺人狼で。あるある。星野さんが星野さん。ああ、え、星野本物だったらだって。あ、そうか。二郎二郎角城やった。角城。まああんまりねゲームないわ。よろしくないかなと思うね。全然喋ってないよね。よく言ってたのはほとんど喋れなかった。ごめんね。いいんかって。みんながうるさかった。うるさかったね。本当にうるさかった。いや、梅さん生きてたらうるさいよ。いや、本当にね、喋るのがね、唯一一人でやっと喋れると思うのがね、遺言の投票者。現場の投票者でもう張り切っちゃって張り切っちゃって、大変失礼しました。で、長いって言われて。そうそう、大変失礼しました。みんな喋るから。コメント見てたら結構読み応援するコメントもあって、読みファン多いよ。読みファン。読みファン。俺はめっちゃ読み応援した。いやいやいや。だって、全然隠しもん。絶対しようだから、読み頑張れと思った俺もう本当に読み頑張れって、めっちゃ思ってた。読みファン。じゃあ、行きましょうか。はーい。行ってらっしゃーい。来るのかな朝。はい、おはようございます。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 本日、推理されたのは高木さんです。おちはい、広瀬さん、3分。え、俺疑ってます？あ、疑ってないです。疑ってないです。絶対ないんだと思います。ひろきさんですね。で、一応ひろきさんが、星野さんに投票したと言っていますが、それ多分決戦投票なんですか？決戦投票です。はい、ちえみさん、結構人間のパッション出したちえみさんと、星野さんという、すごい怪しく CEO した、星野さんとの決戦で、ちえみさんではなく星野さんに入れたっていうだけです。あの時って星野さん釣られる可能性ありますよね。オオカミが見捨てる投票をする可能性はあると思ってます。あ、それでも見捨てなかったのがエナミンです。オオカミの星野くんに、はい、そうですね、そうなりますね、僕は人狼だったら。そうです。じゃあもう一つ、絶対人間やと思う人を殺した方が初日によくて、例えばじゃあ俺が人狼やったら星野くんをかばう投票をして、梅さんが言っていた、GD が言っていた、星野くんが人狼ならあそこで予言者使用しなくて霊媒使用でもしたらいいんじゃないっていう論を押して星野くんの芯を押せた。なのに俺は押さずに、身内切りをしてる。じゃあもう一つ、梅さんが結果的に人狼だったんですよね。結果的に、しろしろって言ってて人間しか釣れてないのに今日が釣れてることから、梅さんが人狼だった場合は、あ、偽物、あ、死んだった場合はもう終わってるはずなんですね。はい、終わんなかったと梅さんが人狼です。はい、で、人狼だった場合に、4日目、5日目と僕に投票する意味って何ですか？それこそ、シュンション君が2票持っている状態で、僕が1票の時に2票目を重ねる意味は何ですか？人狼で。梅さんはその行動をしています。人狼が、人狼をなんで、あそこの時点で殺す必要があったんですか？僕が人狼だった場合。今日が来てるので、昨日の段階で言いました。エナミンと、梅さんが人狼なので、狂人じゃない限りね、梅さんが。梅さんが狂人の可能性はあるけど、だから、今日が来て、絶対に俺を連れる投票をしてます。わかります？わかります。あの日、エナミンのことをつって言う、最終を持ってたの誰だったかな？高木くんか。高木くんってエナミンに投票しないって分かってなかった？シュンション、分かってない。シュンションさんに、投票する意思があった高木くんが最終を持っていたので、2票目を重ねれたと思います。最終日のために、そうやって残してると思います。最初から梅さんって、ひろきさんの人狼があるよとか言って、そこに誘導すればよかったんじゃないか。そしたら二郎残りで勝てる可能性すらあったんですよ。ただ僕を疑ってきているし、僕目線、あ、じゃあ待って、星野さんに投票したね。したことないです。したことない。星野くんが俺を城を撃てば絶対俺白くなります。狼を疑って狼に城を撃たれて真を信じてるから。
星野君が俺に黒を打つ意味がないんです。あります。黒を打つことによって、自分がさ結果釣られた後に、自分が黒を打っていたヒロキさんが疑いがちょっと晴れるから、星野さんが人狼でやったんです。人狼に人狼を打ったんです。それは白を打った方が俺が白くなる。偽物を殺して、本物を残して、偽物から白を出されたっていう結果があれば、絶対に俺は白くなります。ああ、大丈夫だった。もう一度できたかった。次元。そう星野くんが人狼なら、エナミンは星野くんに身内切りをしてないです。身内をかばってます。そして梅さんから攻められてチュンションさんの票があるのが分かってたから梅さんをあそこで入れるだ。昨日言いました。梅さんとエナミンが人狼で俺を最終日連れるから、あの二人の投票で梅さん絶対人狼なのでってなる。俺が梅さんをかばって今日俺一人狼のことになってる。それは狼のうまい策略のエナミが狼やから。以上。いやーひろきさんうまいな。僕は言いましたもん。言いたいことは。人狼をかばってると言えばそれまでですし、僕はでも人狼に投票もされているっていう事実もあります。人狼はたくさん生き残っていればいるほど早く村が終わるから、梅さんが4日目から僕に投票し続けてきた。しかもその殺すための理由とか、その梅さんの佇まいが人狼同士のそれに見えたかで考えてほしい。あの梅さんは狂気に満ちている。もう僕を、人間の僕を殺そうとしてきて、ヒロキさんと梅さんの利用で昨日決着につけようとしてきた人狼の思考だと思ってほしい。昨日僕にヒロキさんが僕の話を聞いてもなおヒロキさんが入れたのはやっぱり決めに来てたと思っている。よし、しゃ。あとね、ヒロキさんは決選投票にしたんですよ。星野さんに投票せずに初日に。エナミンさんはもし星野さんが人狼だった場合は表示に投票することによって自分が白くなれる投票ではあるので実際わかんないが、星野さんで人狼確定なのっていうのが今すごく引っかかっています。佇まい。俺が佇まいだと思う。エナミンさんの方が、わ人間の佇まいだと思う。星野さんが人間の佇まい。すまん、そっち。すまん。尊敬されるのはヒロキさんで。いやー、申し訳ない。そうやね。梅さんが狼であった場合、俺はかばっていたし、エナミンが、エナミンと梅さんがバチバチしてたから、そう見えるのは仕方がない。でもそうやって計算し尽くされて、シャムが本物の場合、占われるのが、エナミン以外でもエナミンが詰められるから、あの日シャムが噛まれてる。俺なんて絶対に占われへん。2000%。だから俺が一番噛む意味がない。申し訳ない、土。まあ、土が人狼はないと思う。はい。ごめんなさい。はい。ヒロキさんが処刑されて、夜来ません。人間の勝利。頑張るからってずっと星野さん、ヒロキさん殺さないで。教授やっぱすぐ。はい。約束確認しましょう。はい。梅さんから。あったから。はい。はい。はい。夜が来ないはずの霊媒師。来ましたね。来ました。ということは昨日です。はい。最終日気持ちよく決められて嬉しかったです。ツッチーは村人でした。たずまいか。いやもういろいろミスリードしましたが、なんとか全敗を免れたシュンションは村人でした。はい、もう釣られたくない釣られたくないと本気のパッションで戦っていました。僕は占い師でした。あ、狂人でした。すいません。狂人でした。はい、5人の時にもう高木さんとツッチーさんが信じてくれたのがすごい嬉しくて、なんか味方になってもらえてよかったなって思ってます。エラミンは人間でした。はい、もう占う時みんな騙されて、狼に全て手の内見られて踊らされてる占い師でした。はい、最終戦すごい皆さんねいい結果で終われてね、霊媒師の偽もねちゃんと見破れてね、はい、霊媒師なの
余裕もいらないんじゃないですか。いらないです。いらないです。レバシでした。皆さんがね、その信じてくれたからこうやって勝てたとか聞こえなかったんですけど、あの墓場で一生懸命過ぎてたら全部当てたから、私は満足です。セミは村人でした。ぐらいと思ってくれたね。はい、初日に白もらって、2日目に2白目もらって、3日目に3白っていうか、ほぼ各白にされた狩人でした。ごめんなさい。あー、狩人さん、すいませんでした。ごめんなさい。初日入れちゃった。はい、高木は村人でした。いやー、何よりエナミンさんを信じることができたのがすごい僕の中で大きかったです。うん、本当楽しかったです。またやるんですかね。僕あんまり笑い取れたかどうかわかんないですけど。うん、あの楽しかったです。ありがとうございました。はい、面白いゲームだったと思います。それだと思いますね。人間でした。太郎人間でした。ありがとうございました。感動だ。はい、僕が預言者の村には人狼が4匹いました。はい、星野は人狼でした。シャームを噛んだのは、梅さん髪が起こらないためのカモフラージュでシャームから噛みに行きました。梅さん噛まれない違和感をなくすために1回シャームで噛みたかったっていうので、はい、ごめんなさい。それでも疑われるの分かってたけど、やりました。村人がすごかったと思います。はい、負けました。はい、ありがとうございました。人狼でした。はい、南さん、すごかった。いや、すごかった。はい、じゃあ、ナッパさんも。はい、はい、GM させていただきました、ナッパです。いや、見ていても面白かったです。人狼が人狼に苦労打って村人勝てるんだって思いました。やっぱ最後は佇まい。いや、自分が人間だ。自分が人間だっていうのが一番大事だなって思いました。楽しかったです。佇まい、新しいゲーム。はい、じゃあ、今回ね、天国ルームを盛り上げてくれたお二人、よしよしよし。はい、どうもでーす。緑のたぬきでーす。どうも、遊びました。キツネやったらね、なんか釣られるみたいなコメントもらったんですけど、タヌキ。これ、可愛いでしょ、みんな。可愛いです。可愛いね。後ろ後ろ。可愛い。センサーあんねん、服。あの、最終戦コメントでも結構割れてて、すごかったですね。たたずまいコメントが。すごいよね、でもなんかみんなの G のこれ見てたらね。勉強になりました。あの、配信2回目も楽しみにしてます。お疲れ様です。また、ありがとうございます。お願いします。あ、29日。はい、1月29日にプレイシムラ配信するんですけど、ゲストで樋口京さん来てくださいますので、はい。で、バラスのメンバーからも GD。はい、僕も出演させていただきます。あと、どなたが出るんでしたっけ。シャームさんと星野さん。星野さん。はい。が、バラスのメンバーから。はい、ハウスから、ポールも。あ、ごめんなさいね。はい、ペンション静かにします。なっております。ほんま長すぎ。もう長すぎやわ。うん。あの、お待ちしております。はい。で、残念ながらね、僕出れないんですよ。ごめんなさいね。僕ファンの皆さんね。いや、求めてない。誰も求めてない。いや、これ、志村見てる人ね、これ、だいぶ数減るんちゃうかな。いや、そんなことないんで。はい。村長、村長。村長、はい、村長、村長。村長がいない村ですね。そうなんです。村長代理、高原、ママ。めっちゃ喋った。めっちゃ喋った。ありがとうございました。出番なかったんや、もん、今日。ありがとうございます。高原さんなら安心ですね。はい、じゃあ、最後にそうですね、ひよくさんから一言ずつ。はい、第1回放送楽しくできたと思います。負けたのは悔しいんですけど、楽しかったんで OK です。第2回も2月に決まってるかな。まだ日にち日にから来ると思うんですけど、よかったら見てください。ありがとうございました。はい、総じて村人が強い村だなぁと思いました。はい、僕が顔を上げた瞬間、梅さんとヒロクさん見て、でポールさん出てきた瞬間、勝ったなと思ったんですけど、それでも負けたっていうことはやっぱり、そう、僕らの知らないエナミンさんとか、シュンションさんとか、スッチみたいな、そういろんなところから来てる村人が強かったんだなって思います。はい、楽しかったです。はい、タラオです。全部村人。しかも2000年3000年3名ということで、でもあの本当に見ていて、外から見ていて本当に面白いゲームばっかりだったと思いますし、あの全国のですね、有名な方々と一緒にどうぞ、したこと、すごいいい経験になりました。ありがとうございました。視聴していただいた方もありがとうございました。はい、ご視聴ありがとうございました。お越しいただいてありがとうございました。いやー、本当に
そうですね、最初はどうやって笑い取ろうばかり考えたらすごいハイレベルで、きっと見てた人もトカゲ神宮やろみたいなコメントが流れてるんかなとか、僕は そんなを気にしながらやる人狼ってこれもまた素敵です、ね、素敵なんですよ、はい、なんでもうまたねこの13人14人でできたらいいなって思ってます、はい、叶うことはきっとないでしょう。最後薄いな。繰り返します。ありがとうございました。はい、今回多分めっちゃ長生きな方ですごいゲーム楽しませてもらって申し訳ないなって思いつっているのと、もうこのレベルが高い中で長い時間やったらめっちゃ刺激になってすごい楽しくて、向こうで一人でいや本当楽しかったなってつぶやいちゃうぐらい楽しかったです。ありがとうございました。2戦参加してもらってどっちも村で、1回目は正当で勝利したんですけど、まあ、私自身はミスリードして、2回目は、初日に釣られてと課題とかもいろいろ見つかったんですけど、本当見ていてすごいすごいプレイヤーの皆さんばっかりですごい勉強になりました。あと一つめっちゃ痛いんですよ、この高橋さんのねこのスリッパが痛いんですか、痛い、実はそれ自分のね、かわいいね、見てください、かわいい、そんなとこでボケヘやってるの、ごめんなさい、私はちょっと目に入って、仕方なくて、自賛なんですね、ありがとうございます、ちょっと気になって、はい、ありがとうございます、はい、お願いします。はい、長い間、ご視聴ありがとうございます、ジジです。本当にね、遠いとこから、わざわざありがとうございました。はい、このわらころの配信なんですけど、毎月行おうと思ってます。で、まだ確定は次の月にね、鑑定はしてないんですけど、まだ随時ツイッターの方で告知していけたらと思いますので、で、このゲストの方もですね、このメンバーをまた集めるのはちょっと難しいんですけど、お呼びしてまた配信できたらと思います。本当に今日はありがとうございました。本当は主催を取りにせんくてよかったんかなと思ってんけど、もう一回やるからね。めちゃめちゃポンコツプリを発揮したシャモネコでした。もう本当にお見苦しい姿を見たと思いますけど、隣に頑張りました、うん、難しかったけど面白かった、うん、もうえなみさんが最後決めてくれては、スッチーだよ。スッチーだよ。えなみのおかげです。えなみさんのおかげです。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。最後信じられてよかった。信じてもらえてよかった。なんか一戦目表ごとに誰からも信じなくなって、言われていくっていう経験をしたので、最終戦信じてもらえて本当によかったです。もう心から。もう感謝ですね。つっちさんにも感謝しかないです。高木さんもね。はい、ありがとうございます。はい。まあ、東京でも結構最近アルティメットが盛んで、結構アルティメット界が増えてきたんですけど、まあ、いろんな面白いプレイヤーもっといるので、こういろいろ関西の方々と、まあ、地域交流戦みたいなのもしていきたいなと思ってます。ぜひ、またお願いします。お願いします。はい、ジノハウス総合アドバイザーらしいんですけど、ポールです。まあ今日特に何もしてないかなと。はい、ただ叫んだだけかなと。まあいつも配信だとね、そこそこ活躍できてるんですけど、いつも今回何もできなかったなと思って、すごく、うん、僕もストイックに反省して頑張っていこうかなと思います。ジノハウスにぜひ、人狼これがやりたいと思った人は、ぜひ人狼ハウスに予約不要で。まだ行きますか？今何時？44まだ空いてます。あと15分空いてるんで、はい、ぜひ15分間雰囲気だけでもいいんで見学無料なんで、ぜひ人狼ハウスに。この放送を見て人狼したくなったらタイムシフトとかで見られる方もいると思うんで、ぜひ人狼ハウスに来てください。僕みたいな人ばっかりじゃないです。みんな丁寧で優しい人ばっかりなんで、ぜひ人狼ハウスに来てください。はい、ポールでした。楽しかったです。はい、どうもありがとうございました。そうですね、初戦はちょっとね、なんか人狼がよくわかんないですけど、なんか3人潜伏しちゃって、すごい淡白なゲームになって、まあ、これちょっとやっちゃったなと思ったんですけれど、まあ、残り2戦とかは本当に客観的に見ても結構レベル高いし、まあ、視聴者も見てて本当に面白いゲームだったんじゃないかなって思いました。
そうですね、なんかちょっと爪痕残しきれなかったなっていうのが後悔なんですけれども、本当に今日楽しむことができました。残ったですね、まあ、コテを。待って、もう一回。コテを。もう絶対やんないです。恥ずかしいから。まあ、名古屋もですね、最近アルティメットとかがすごい増えてきて、本当になんか遠征する人が本当チラチラ出始めて、これからすごい名古屋の人狼伸びてくると思うんで、まあ、エナミンとか GD さんとかをはじめに、まあ、全国各地のプレイヤーと一緒にね、ゲームして、もっともっと上手くなっていきたいなと思います。今日はありがとうございました。今日めっちゃ楽しかったです。2ゲーム目、3ゲーム目と人狼って打たれて、全部それだったんですよ、人狼って打たれて。めっちゃ、村人頑張ったけど処刑されたのが1回、最終日決めたのが1回、エイドミンさんと高木さん信じれてよかったなっていうのがあって、1票目に梅さんに問いできたのが今はすごく、最初後悔したけど、今はすごく嬉しいなと思ってます。今日めっちゃ楽しかったんで、また呼んでいただけたらなと思ってます。ありがとうございました。スイーツ人狼ルームアット岡山からやってまいりましたメンタです。はい、今日は人狼ボディが人狼、そして、あんなに初戦で緊張していたツッチーが最後佇まいで決めて勝った。これは歴史に残ります。&記憶にも残ります。まあね、さすがにね、佇まいで負けるとおーおーって思いますけど、やっぱりあの村の推理がすごく強くて霊媒に乗っているのに、結局負けちゃったりとか、すごく村強いなって人狼2戦やったので思いました。はい、また呼んでもらえば頑張りますんでよろしくお願いします。佇まい、はい、音がちっちゃくなるんで、グッとマイクの。めっちゃ恥ずかしいけど。はい、アナッパと申せます。今日、1、2戦目見てくれた方は名前覚えてくれたらいいなと思っております。いや、最終戦、最後、やっぱりなんか人狼対人間のチーム戦みたいになって、やっぱ人狼ゲームこれが面白いよなって私は見てて思いました。3戦目にも痛かったなって思うぐらい村だったです。1から3、全部楽しかったです。また。この機会に残しますと思います。ありがとうございました。はい、そうですね、最後告知しつこいようですけど、はい、関西超ワラプロ人狼ということですね、2月の11日12日ですね、2月11日の方はですね、もう予約でいっぱいなんですが、12日こちらですね、ゲスト人狼 と、舞台人狼を行います。こちらのチケットがまだ空いてますので、はい、よかったら、ワラコロのツイッター等で、詳細に載ってますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。と、2月の29日、じゃあ1月の29日ですね、最近もおっしゃった通り、フレッシュ村に、出演させていただきます。ワラコロからシャムーズさんと、星野さんを、プレイヤーとして出演させていただきます。はい、と、2月の、3日と4日に、なんと、初めての福岡に行ってきます。おー。はい、わらコロメンバーの、それも、ナッパさんとヒロキさんと。行きます。福岡、楽しみ。ハウスとビレッジ行きます。はい。福岡のですね、人狼ハウスさんと、人狼ビレッジさんの方にですね、お邪魔したいと思ってますので、福岡の方、よかったらですね、2月の3日と4日、ポールさんもなんと言います。そう、いや、言ってくれるんかな。ちょっと先になるんだけど、うちもあ、どうぞ、どうぞ、どうぞ、はい、スイーツ人狼ルームが、4月の終わり、5月の1日で1周年なんですね。おお、はい、そして今、4月の28、29、31、5、6とこの、5日間でちょっと、他ではないようなイベントを考えてます。すごいから、すごいから、それ。はい、まだ内容は発表できませんけども、その辺で考えているので、皆さん、予定の方を上げておいていただけると、はい、いいことかと思います。よろしくお願いします。なるほど。開けるはい、そうですね、もう、ゴールデンウィークそう。で、大阪にもですね、その間に、文化祭が多分あります。人狼文化祭っていう、大阪の、僕全然関係ないんですけど、
大規模な事業をすると思います。はい。全然関係ない。あ、わらころ出店。あ、去年しました。出店はまだちょっと決定はしてないんですけど、出店予定です。うん、はい、わらころブースね。はい。うちも。ジンのハウスも。ジンのハウスも出店予定。予定。予定。はい。まだ全然分かってないです。スイーツは出店しません。はい。ね、告知は以上かな。告知する人。以上です。大丈夫ですか。明日。明日 NG 会っていう、ウツボ公園で大きなアルティメットの人狼会をしようと思ってて、まだ遊びたくっていう自由で遊べるところがまだ空いてるので、もし暇だな、明日人狼したいなって思ったら、ぜひウツボ公園に遊びに来てください。ウツボ公園ってどこにあるんですか。大阪ですよ、ウツボ公園って。ウツボ公園大阪。 NG 会って調べたら出てきます。はい、はい、出たね。その大きい会ではないんですけど、私滋賀のジンロプレイヤーなんですよ。滋賀のプレイヤー。滋賀でちょっと人狼会お手伝いすることになってます。4月1日です。ツイプラで募集してるので、ちょっと私のツイッター検索してくれたらそこからでもたどれるので、ぜひ参加してください。あ、近江人狼堂ってやつです。はい、よろしくお願いします。滋賀の人来てください。滋賀の人来てください。はい、じゃあ、以上ですね、わらころ人狼第1回の配信、終了したいと思います。じゃあ皆さん集まって、最後はね、最後はね、固定。いやいやいや、最後はやっぱり清水さん。いや、これこれか違うやろ。しかないでしょ。これ完全に俺違うし、しかも俺これリードしてやったことないし。前に行きましょう。前に行きましょう。はい。皆さん完全に分かってますよね、みんな。これ誰やねん。大丈夫？はい。はい、じゃあ皆さん、大丈夫ですね。皆さん分かってますね。皆さん映ってます？分からない人だ。分からない人だ。MVP。お前ら MVP。MVP 前。はい、行くよー。はい。これするの？これするらしい。いいよ、おこがましいな。おこがましい、完全に。はい、では皆さん、ご視聴ありがとうございました。せーの。フレッシュ、フレッシュ。はい、ではまた。ありがとうございました。雑談もします。